はい、銀の動画です。まあ、前回銀テック復活のツーリングを行ったわけなんですけどね、本当に気持ちよく走れました。ショート動画でこんなことを整備しましたよみたいなことをタラタラタラっと紹介したと思うんですけど、正確にお伝えしようと思って今日この動画撮りました。具体的に何をやったかというと、このドライブスプロケットの交換とこの中にあるバンプラバーを交換しました。この後輪のぐるっとあるこのスプロケットの後ろのここですね、この部分の中に、ゴムのブッシュが入ってます。で、具体的にどういうものかというと、こういうものがね入ってます。こんなもん変えて関係あるのかなと思って、もう半信半疑だったんですけどね、やっぱり違いますね。なんかこう後輪が蹴る力がもうダイレクトにこう伝わってくるというか、で今回ツーリングしててカーブ結構楽しかったですね。うん、しっかりリアタイヤが路面にひっついてるっていうのがね、すごく分かりやすかった感じがします。まあね、新品にしたということでちょっと気のせいもあるかもしれませんけど、確かにねこうダイレクト感が増したような気がします。であとね、一番効果があったかなと思うのがこれなんですよね。前回ね写真しか見せられなかったと思うんですけど、分かりますかね、歯車が削れてこういうふうにですね、こっち向きにぐーっとこう全部反ってるんですよね。削られてスプラインっていうか、この溝もね結構ガタが大きかったんで、これも交換しました。私個人的に整備動画見るの大好きなんですよ。こう綺麗になっていくとかね、バラバラにしたものが綺麗に組み上がっていく様子を見るのものすごく好きなんですけど、あれやりながらね撮るのってすごく難しいっていうのがね、今回やってみて分かりました。作業の方がね夢中になって、撮る方がおろそかになりまして、これ交換した動画お見せできなかったんですけどね。これが新品です。新品のドライブスプロケットです。でこの辺りねめちゃくちゃ汚れてるんで、まあ今回まだ綺麗ですけどね、結構溜まってます。油と泥が一緒になったやつね。でカバーのね裏側もね、まあ結構今回綺麗なんですけど、タイがねこの中ドロドロになってます。はい、ちょっと新旧比べてみましょうか。これ全然細いでしょはい、ということで、今回の銀の動画はこういう感じで終わりたいと思います。でお前一本橋どうなっとるんじゃっていうふうに言われる方もいらっしゃるかもしれませんけどね、ぼちぼち練習を始めたいとは思っておりますけどね、正直言います、本当に一本橋よりツーリングの方が楽しい楽しい、はい、ということで、今回の銀の動画はここまで、今日も見てくださってありがとうございました。それではまた。